では初動パワーのマシンについて説明いたします。こちらはディップスというマシンです。肩甲骨をですねしっかりと挙上して内転外転回旋そして加勢するという肩甲骨をしっかり動かすマシンになります。アプローチポイントとしてはしっかりと肩甲骨周りの筋肉を動かしていってインナーマッスルをしっかりと伸長反射していきます。それでは実技に入ります。まずグリップダウンですが、グリップを持っていただいて下に下ろします。下に下ろしてからです。椅子に腰掛けます。この時足ですがなるべく90度でしっかりと座ってください。あとは股関節の方からしっかりと内旋していただいて座ります。あとこちらのグリップなんですがしっかりと力を抜いた状態、リラックスした状態でこの親指の付け根の部分にですね引っ掛けるようなイメージで持ってください。それでは実技の方入ります。まず上にゆっくりと動かします。この時に肘を外側にしっかりと回します。こうすることによって肩甲骨がしっかりと内転して挙上します。上方回旋ですねします。この上に上がった時に肩甲骨で引っかかりを感じましたらすぐ下に下ろします。あとは上下の運動になります。注意事項としましては上に上げた時に肘をまっすぐ真後ろに行くのではなくしっかりと外側にかわしてください。こうすることによって肩甲骨により一層アプローチがかかります。あともう一つ上に上がった時に上に行き過ぎないように気をつけてください。この時に僧帽筋上部の方が筋量が働いてしまいます。あくまでも肩甲骨を動かすというイメージでマシンの方をやってください。肩甲骨であったものを跳ね返す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 、こういった動きになります。回数の方は20回、こちらが基本の回数になります。こうすることによって首の痛み、肩こり、肩の痛み、肘の痛み、そういったものが肩甲骨前から元の筋肉が引き継いでいるところが元からしっかりと緩めていくことができます。